気づけばすっかり年の瀬だ。おっさんになるにつれて1年が終わるのがあまりに早すぎる。年越しといえばそばがメジャーだが、なんかのサイトで見かけた年末に何食うかみたいなランキングで3位ぐらいにすき焼きと書いてあった。というわけですき焼きにしようと思うが、普通に作ってもつまんないんで、今回は美食家北王子魯山人が愛したと言われるネギ鍋を作っていく。というわけで今日のブツや。とりあえず年末を言い訳にできるだけいい食材を用意するんや。では今回のヤバいブツを紹介していこう。まずは甘みたっぷり深谷ネギ、そして初海卵、産みたてほやほやとっても新鮮、牛脂、スーパーのお肉屋さんコーナーでもらえる。そして今回最もヤバいブツ、 A5 ランク松坂牛、藤原さんが育てました。以上だ。すき焼きにしてはブツが少ないって魯山人は言った。すき焼きはいい肉といいネギさえあればいい。まあそういうことだ。豆腐もいいけどね。よし、早速調理開始だ。と言いつつも今日は大してやることがないんだが、とりあえずネギ切ります。ネギは白ネギ部分のみ 4,5 センチほどの長さに切り出す。後で立てやすいようにできるだけ垂直に切る。具材も少ないんで今日は3本ほどいっちゃおう。包丁の出番はここで終わりだ。続いて割り下を作っていこう。割り下の覚えやすい配合は醤油、みりん、砂糖、水を4対3対2対1。魯山人は砂糖は入れず、みりんもわずかで、甘みの少ない味付けを好んだらしいが、牛肉は甘めの方が普通にうまいと思うんで、今日はオーソドックスな味付けでいく。調味料だけだと煮詰まりやすいんで、水で割っておく。お店だと昆布水で割るらしいが、昆布茶か味の素でもちょっと入れときゃいいだろう。ちなみに、たまにスーパーで見かける1000円ぐらいする今半のすき焼きのタレを買ってみたことがあるんだが、試してみたところ自分で作るのとあんま変わんなかったんで買わなくていいと思います。卵はお好みで。はい、終わりでーす。フライパン用意。すき焼きは焦げ付きやすいんで土鍋より鉄鍋かフライパンがいいだろう。今回は一人分なんでスキレットで。フライパンが温まったら牛脂を引く。そしてネギを投入。生の状態だと硬いんで両面に焼き目をつけておく。焼き目がついたら一旦取り出す。下準備は終わりだ。あとは食卓へゴー。そうしたら先ほど焼いたネギを立てながら真ん中に並べる。これが魯山人流スタンディングネギ鍋スタイル。ネギを並べたら周りに肉を敷き詰める。そして割り下。すき焼きは関東の煮る派と関西の焼き派でざっくり分かれるが、俺の場合は焼き派で育った。よし、完成だ。肉が硬くなる前に急いでしゃめ。
もはやこれは多くを語る必要はないだろう。余計な言葉は不要だ。シンプルに高い肉は問答無用でうまい。実は松坂牛を食うのは初めてだが、こんな肉を食えるようになったのもいつも見てくれる皆さんのおかげです。ネギも甘くてうまい。そこの接地部分はとろけるように柔らかく、上の方は程よくシャキシャキ感が残っている。魯山人はこの食感のコントラストを楽しんだんであろうか。ああ、生の喜びを感じる。普段買うのをためらう高級肉でも、年末年始のお祝いムードに全力で乗っかれば躊躇なく買える。これぞ年末年始システム。俺もあんたも今年一年よく頑張った。お疲れさん。一年の最後ぐらいいい飯を食らい、己の頑張りをねぎらい、気持ちよく新年を迎えろ。殺気を感じる。荒ぶってやがる。こいつは一刻も早く締めなければ。松坂牛とネギの旨味が絡みついたうどん、こんなもんうまいに決まってら。ごちそうさまでした。